ははい、えー、こんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー長いでございます。今回はですね心理学系の大学院およびまあ編入学部編入の受験対策でございます。でもどちらかというと大学院特に修士課程にフォーカスしています。えー この動画のシリーズの一覧はですね、この動画の説明欄、概要欄にございますので、よろしければチェックしてみてください。今回は、ごく説明問題対策です。多くの大学院で100字から300字程度で回答を求められる、あのそんなご極説明問題が出題されますよね。今回はですね、臨床心理学、心理療法分野から2問出題させていただきます。よろしくお願いいたします。では、いきますよ。問1。 アナログ研究いかかがでしょうか、えー、ちょっと考えたいっていう方は、えーまあ、ちょっと考えた方がいいと思いますけど、えー、動画を止めてですねご自身の中にこうアナログ研究って出たらどういうことを書くのかなってこう想像してみてください想像できれば言葉が出てくれば出てくればですね当日は書けますから文章として出てこなくてもあれとあれとあれを書けばいいんだなみたいなのが出てくるかどうか えー、考えてみてください。考えたい方はですねあの、動画を止めてお考えいただければと思います。いかがでしょうか。えー、そうですね、えっ、ー、とーあ、もう半回答というか、回答例ですね、申し上げてしまいます。えー まあ、臨床心理学に限らないんですけど、まあ、臨床心理士指定大学院とかだとねとか公認心理士とかだとまあこういう書き方あるかなと思うんですけど、えー、臨床心理学的現象を実証的に検証する方法の一つであるといろんな方法がある中の一つであるとで実験的に模擬場面を設定し操作可能な刺激と、えー、観察可能な反応との因果関係を調べるとアナログ研究に必要な条件としては えー、臨床心理学的現象の、えー、場面をモデル化して、えー、設定できること、影響を及ぼす主要因が、えー、主要,要因が操作可能であること、えー、常用変数の統制が可能であることが挙げられるみたいな書き方があると思います。アナログって類推って意味なんですよ、そもそも。で、えー、これは、えー、っと、あの、なんとか障害傾向みたいな研究。 を、えー、と指しています、えー、とイメージ的なことを言えば、えー、直接的に、えー、その障害に,、えーにまあ、罹患している、えー、と,、えー、と診断を受けている、えー、方の研究って、えー、なかなか難しいし事例研究になってしまうし治療が施されてしまうので条件を統制することもできないんですよね。なのでそういった障害を特定の障害の、えー、と特徴っていうのを、えー、いわゆる健常群、まあ、非臨床群 え、に対して、え、対する研究として実施するものっていうのをアナログ研究というふうに呼んでいます。今回は実験をね、するような設定で書かせて、あの、模範、回答でお話しさせていただいてますけども、調査形式の、質問誌調査形式のアナログ研究っていうのも、えっと、一応、ね、一応とか、あの、ございます。ただ、実験の方がね、要因を統制できたりするので、まあ、精度が高い研究というふうに言えるわけです。 いろんな書き方できますけど一つの模範解答という形でしたどういった方法なのかっていう全体的な話とあとそれをするために必要な条件っていう大きく分けて2つのパートから成り立っているそんな回答の仕方でしたさあもう一つもう一問いきたいんですけれども残念ですが無料でご覧になられている方はここまでご視聴ありがとうございましたさあ2問目実際の試験の練習を兼ねてランダムでいきますよ先ほどと同じ分野とは限らないですよいきます